はい、バリバスピードのテスターの平慶です。ですね、今日は北海道新篠津村篠津湖へ来ております。で、先ほどですね、本気で釣ってみたっていう企画で2時間で225匹、釣ることができたんですけども、実際どうやって釣ってたかっていうのをちょっとここで実際説明しながら解説したいと思うんで、やっていきたいと思います。仕掛けですけども、基本の7本針1号ですね、下針つけて8本針でやってました。篠津湖っていうと 0.5 号とか 0.3 号とか、バリバスで言ったら極小針2段誘いっていう仕掛け結構使われてるんですけど、自分は今日1号を使ってるんですよ。あんまり小さいの使うと今度餌付けが手こずったりして大変なんですよ。で、1号でもこの餌のサイズ感だったり間違わなければ、全然こんぐらいのサイズなら乗っちゃいますね。北海道の人あんまり下針つけないよって方もいるんですけど、だいたいモフォっていう抑え込みの時って下針に食ってることが多いんですよね。で、本気で釣ってみたの企画の時はほぼほぼボトムでやってました。今日もそうですけど、あんまりベタ底探るとゲストが多いんで、ちょっと20センチぐらい切ってましたけどね。風ビュービュー入ってちょっとね、穂先がブレて見づらいんで、誘い方としてはあんまりこう両手でこうドンと置かないようにやってました。この電動リールのお尻の部分を台につけて、こういう感じで、今使ってる穂先がバリバスの MAX322HRX っていう、自分がちょっとこだわって作ったモデルになるんですけど、ファーストテーパーになってるんで、こう先端で誘えるんですね、こう細かく。もっと柔らかい同調子とか使うっていうのも本気でやる企画の時に考えたんですけど、この風とちょっとこの足場が揺れるんで、あんまり繊細な穂先でも分かんないなと思って、あえてこの322のファーストテーパー使ったんですけど、これ大正解でしたね。手首返しでも合わせが決まるんで、ここだけのモーションでもこの誘いと合わせを半分兼用しちゃうような誘いですね。で、今日の誘いは結構リズムよく誘ってたんですよね。普通はこう誘ってある程度こう見てるんですけど、時間がもったいないんで、テンポよくこうどん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 かけたい気持ちがこう前に出て、2丁でやってましたけど、2丁のタイミングリズムでこう早く誘ってました。小さい当たりの時にこう誘い上げですね、こう誘い上げた時にググッとこう重みを手に感じるんで、その時に合わせてます。聞いてるけど闇雲に効いてるんじゃなくて、一応当たりも見つつ、あと戻りあたりですね、こう誘ってトントントンって収まりますよね、こうやってそれが上がって落ちるのがこうふわっとこう止まるような感じ、ちょっとこう戻るような感じ。一定で誘わないとそのリズムが自分の中で分かんないんで、自分で分かるようにこう毎回同じぐらいで動かすってのがポイントですね。そのいつもの残像じゃないふわとかふとか、こうなんか違う動きが出たら合わせに行ったんです。基本の仕掛けのハリスの長さが3センチなんですよ、枝数が。その分上げれば、加えてれば重みを感じますからね、このぐらい上げれば。
今はあの下の方ベニラビットつけて上の方ベニサシつけてたんですよ、サイズ変えながら。でも本気でやってみたの時はもうチロサシかベニサシの普通のサシ、2個掛けしないで太い方をかけて贅沢にちっちゃくカットするっていう、そういう使い方をしてました。太い方をちょん掛けして5カット、もうほとんど捨てるようになっちゃうんですけど、こっちを使った方が取れにくいんですよね。逆にこの三角の方、ここの方が柔らかいんですね。だからこの柔らかい方しか使わないって人もいるんですけど、自分は今日硬い方、餌持ち優先と内容物優先。魚が小さいんでやっぱり餌も小さく、まあ、小さく切っても時間が経てばやっぱり膨張してでかくなってくるんで、もう今でもこれ極小カットしてましたけど、もう大きいんですよね。この見てもらうと分かりますかね、これこうなってきたら餌がえと来ましたね。一発でしたね。結構当たりがあっても見逃してる時が多いし、焦っても乗らないんですよね意外と。今分かったかな今のは本当釣ってる本人しか分かんないかもしれない。この感覚が慣れてくれば分かるんですけど、これが分かる竿を使わないとっていうのがありますよね。はい、というわけで説明してきましたけども、実際ね、ただこう誘って釣ってるようですけども、一応そういう細かいね、竿の戻りだったりブレの止まりだったり、そういうところまで一応気にしてやれば釣果って上がると思うんで、ぜひ試してみてください。